え、でもなんか、ちょっと話戻るんですけど、うん。なんか、あれっすよね、その、なんか、みんなに混じって、その、癒されるってのと、その、面白くないのは、なんか別問題な気がするんで、なるほどまあ、ね。そこはちょっとやっぱ、努力します。はい。え？いやでもまあ努力す、いいんじゃえ、ない？ってな、なんで、なんで。いやでもいいことだよね。努力するのは。梅原さん、はい。努力好きっすよね。どういうつながり？ うん、そうだね。でも、まあ、かなり努力が反映されにくい部分だと思うんだよね。正直、まあそうかな。それは。やっぱり、かなり、ちょっとずつ時間をかけて、ね、培っていく部分じゃない？まあ確かに、まあ環境によるところコもミュ大きいニでケーすよシね。ョンとね。まあ確かに。そうですね。でも、なので、まあ、こういう機会は、本当にいただけたらありがたいです。本当に、いつも、感謝してます。え、なんか本当、すごい、そこは本当にすごいなって思ってます。多分若手で一人じゃないですか。そのなんか、何でも、俺行きます、みたいな。そうだね。すごい信頼してるというか、俺もなんか、結構なんかやろうよって言ったら、絶対にトラボはね、スッと来てくれそうるですかよね。ら。居すぎて邪魔すよね。いや、そんなことはないんだけど。でも逆にやっぱそれしかないって思ってるいや、でかもら、本当にいいことだと思います、それは。本当確かに、に。そうだね。面白くないから、やっぱ経験積んでいくしかないっていうのも分かってる。あ、それはでもいいね、え前向きえー。だそね。のまあ、メンまタたルがさ、すごいよね。持たざる者の強みをね。もう行くしかねえっていう。ああ、確かに。だから変にプライドがないってこと。普通なんかその、あれじゃないですか。恥かくの嫌やから、自分が面白くないと思ったらいけないじゃないですか。そこさらに一歩踏み込めてるっていうか、それすごいですよね。でも、じゃあもう行くしかねえってなるのは。もう、だって、ねえ、展望ないもんな。ゼロ点だもんな。リーチもかけらんねえみたいな状況だもんな。あ、展望そっち。そうそあ、その展望ね。う。それ行くしかねえや。ああ、まあ、それは。降りてても飛んじゃう確かし。に降りててももう、脳天で終わるっていノートップで飛んじゃうから。行くしかねえな。う。いや、でもそれってかなり勝つやつのメンタリティですよね、でもね。ああ、だと思う間よ。違いなくね。いい精神状。それで止ま、ブレーキ踏まなきゃね。ある程度うまくいって、その続けてたら、もしかしたら。でも、まあ、大変だと思うけどね、そもう絶対そこ。の落としますよね。いやいや、一応そう、現実を同時にこう、まあそう、ね、大事あですよれね、して現も。実は。うん、まあね。